皆さんこんにちは、のばなーです。小学校の息子も幼稚園の娘も夏休みに入りました。朝がゆっくりで嬉しいです。このマヌファクトゥムのパンが美味しいのでまた買ってきました。ひまわりの種がたくさん入っていてしっとりとしていてめちゃくちゃ美味しそうです。16時間断食は一旦休憩。パンの上に何を乗せるか考えます。とりあえずバターをたっぷりと乗せて、マースダムチーズがマイルドで好きです。目玉焼きも乗せます。ちょうど刻んだ玉ねぎもあったのでこれも乗せます。そしてお友達がプレゼントしてくれたイギリスのフォートナムメイソンのアールグレイを朝から優雅にいただきます。優雅という言葉からほど遠い私なんですが、美味しい紅茶が朝から飲めるのは幸せですね。なかなか自分では買えない紅茶なので、この缶をいただいた時は感動してしまいました。今日は午後から出かけるので、好きなパンを買っていいよと子供たちに言いました。こんなに全粒粉のパンがあるのに、子供たちが選ぶのはいつも真っ白なパンなんですよね。55セントの割には結構美味しいクロワッサンも一つ。今日は緑のキウイにします。ドイツではこの先がとんがったキャベツが日本のキャベツと味が近いです。ドイツのラップは電子レンジで使えない場合も多いので気をつけてください。ライブ配信でもお話ししたバールセンのクッキー、これが美味しいんですよね。子供たちが祖父母とキャンプに行くのでお菓子をいくつか買っていきます。私の大好きなハヌタ、これ本当に美味しいんですよね。めっちゃ好きです。子供も大人も止まらないお菓子。息子が大好きなオートミール、息子はオートミールに牛乳を入れたものをよく食べます。全粒粉のスパゲティ、これなら子供たちもよく食べるのでずっとリピートしています。ラビオリはキャンプに持って行ってもらいます。生クリームの値段も結構上がりました。以前は69セントくらいだったと思います。さて、このエデカの豆腐、硬いんですが大豆の味がしっかりしていて結構美味しいです。
そしてエデカのラップ。最初めくるのでめちゃくちゃイライラしています。ラップは必ず無印のケースに入れて使います。これに入れるとよく切れるのでもう手放せません。無印が海外生活をハッピーにしてくれます。本当に感謝です。先日美容ショップデンスに行ってこのスポンジクロスを発見しました。柄が可愛くて一目惚れ。早速使ってみたいと思います。バジル入りの豆腐も買ってきました。低糖質高タンパクのものが大好きなのでこれも買ってきました。さて今日のお昼はこの冷凍サーモンを使ったパスタにしたいと思います。そしてサラダの準備もします。ミニマリストを目指しすぎて一度サラダスピナーも処分したのですが、ないと不便すぎたのでまた買いました。何でもかんでもすぐ断捨離しちゃうんですよね。このサラダスピナーはコンパクトになるのでお気に入りです。お気に入りのベックのガラス容器、ドイツの会社なのですが倒産してしまったようですね。お手頃価格で可愛いのに今後は買えなくなるのでしょうか。エネルギー価格の高騰も一つの理由らしいのですが、そうですよね、何でもかんでもほんまに高くなりましたよね。ちなみに今日作るパスタはまたドイツのレシピを参考にしました。最近はもう夏が過ぎ去ってしまったんかなと思うくらい涼しいので、火を使って料理しても部屋の温度が上がりません。去年の夏は天気も良くて気温も暑くて夏らしい夏だったんですが、今年はなんだかもう秋みたいです。今朝の温度はなんと10度。もうウルトラライトダウンを着て外に出ました。ドイツの夏って毎年全然違うんですが、もうちょっと長く暑さを楽しみたいものです。日本は日本で夏は暑すぎますしね。どっちがいいのかわかりません。ドイツの夏はカラッとしていて夜も明るくて好きなのですが、とりあえずめちゃくちゃ蜂が多いです。外でビールやワインを飲むと必ず蜂が寄ってくるので気をつけないといけません。子供たちには全粒粉のスパゲティ、私は緑豆でできたパスタを茹でます。バジル入り豆腐を入れたサラダも準備しました。緑豆パスタ 70g を茹でたのですが多すぎました。 50g で十分そうです。小麦 100% のスパゲティの方が美味しいんですけどね。健康寿命を考えると小麦 100% はできるだけ避けたいんですよね。食べてる。お前もスタートしてた。さあ美味しいかなこのパスタ。熱っ。熱っ。熱っ。少ないよ。美味しいやん。通らせみ。あ、そういえばチーズもあるわ。チーズ欲しい人おる？食後のデザートタイムです。小麦を避けても砂糖を避けてないので意味ないと思うんですけどね。今日は黒い森のさくらんぼケーキアイスバージョンと、子供たちにはバニラアイスにします。
ムーブンピックのアイスが好きで、安売りの時によく買います。ムーブンピックはスイスの会社で、このアイスが美味しいんですよね。もうほとんど食べてしまいました。黒い森のさくらんぼケーキと同じくアルコールの味がします。なので子供たちにはバニラアイスをあげました。この黒い森のさくらんぼアイス、個人的にはすごく好きなのでおすすめです。どこのスーパーでも買えると思います。おいしいアイスでしょ。チャンネル登録よろしくね。アイスに思ってる人はチャンネル登録よろしくね。何じゃそれ。駅構内の薬局に来ました。薬局にもたくさんのハーブティーが売られています。このヒンベアブレッターティーは妊娠37週頃から毎日安産を願いながら飲んでいました。さて、夫が1週間一人で旅行に行っている間、私は子供たちを連れてワインフェストにやってきました。 YouTube を通して知り合った方を呼んで一緒にワインを楽しみます。ドイツといえばビール思いつく方が多いと思うんですが、白ワイン、特にリースリングが本当に美味しいです。リースリングの辛口が美味しいのですが、ファインヘアプという辛口と中辛の間のものはアルコール度数も低めで、初めてリースリングを飲む方におすすめです。ワインフェストでは 100ml と 200ml が選べるので、 100ml をまずは3種類頼んでみました。飲み比べてみたいと思います。お昼の2時頃なのでまだ人は少なめです。日本語でひたすら喋りながらワインを楽しむ時間が最高です。ドイツのワイングラスにはこのように 100ml、200ml の線が入っています。子供たちにはブドウジュースを買いました。濃厚で美味しそうです。この日もよく飲んでしまいました。楽しいとひたすら飲んでしまう自分を制御できるようにならないといけませんね。まあでも毎日毎日お酒を飲んでるわけではないし、たまにはいっかと今日も自分に甘く生きています。こんな私ですが、皆さんいつも応援してくださりありがとうございます。誹謗中傷に負けず、これからも突き進んでいきたいと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。